原田本人は一切語らない。長いしに語らしてる。長いしもこういうことがありましたみたいなことを言ってるだけで具体性はないわけ。ね。要はねんこ、今回のことからわかるのは、原田も長いしも、ね。加勢川も、ね。あの、 先生の死というか、先生との最後のお別れのこと模様を自分の言葉で語る言葉が一つもないんだよね。なんでかって言ったら、最後まで池田家の拒否にあって、先生と最後まで面会できないまんま、奥様とも面会できないまんま、亡くなったっていうのが真相。